ベージャにある、レオノール王妃像、レオノールデビゼウは、ポルトガル王女案2世の王妃。ビゼウコーフェルナンドと、妃、ベアトリスの長女として、ベージャで生まれた。1471年1月、当時ポルトガル公だった重慶女案と、結婚、西を設けたが、成人したのは一人だった。王妃となってから、カルダシュダ・ライーニャの町を建設した。1491年、 ポルトガル公は本祖が落馬によって急死した。ポルトガル公妃イザベルとの間には、子がなく未亡人となったイザベルは、カスティーリへ帰国した。ジョアン2世は、愛称アナでメンドンサとの間に、諸子ジョルジェがおり、ジョルジェを後継とした良い,い子だった。ジョアン2世には、兄弟がないため、着出の血統を遡ると、ビゼウ皇、フェルナンドの次男で、レオノールの弟、 ベージャコーマヌエルが最も近く年長だった。レオノールの強い働きかけの結果、後継に指名されたのは、マヌエルで、ジョアン2世の死後マヌエル1世として即位し、元ポルトガル公妃ヒーサベルを、自らの日に迎えた。マヌエル1世と2番目のヒマリアとの間の息子ジョアン3世の、即位後の1525年に死去した。ありがとうございます。